どうもマイヘイズバットギターボーカルの椎木智美です。ベースコーラス山本博樹です。ドラム山淳です。遅くなりましたが明けましておめでとうございます。おめでとうございま す, いますマイヘイズバットトンデケンウェア第6回目です。ありがとうございます。来ました、6回目、よろしくお願いします。お願いします。今回は2024年一発目だよということと、あと解禁できる情報あるよという配信やらせていただきます、うん、はい。これまで同様、昨今の YouTube トレンドを一切無視したノー暴露、ノースパチャ、ノードッキリ、ノーオーディション、ノーラント、ノーホスト育成、ノーショート、ノー切り抜きの貧困法制な YouTube です。売れないホストを成長させるような内容ではございません。そんなのがあるのかな。 どっこい椎木みたいなことではないってそんなのがあったのかな。どっこいさん、どっこいさんではない、どっこいさんじゃないぞって知ってる俺も知っていただくというよっこいこ大好き。なんかちょっとコアなとこなんですよ。そうなんかだいぶダークユーモアなところ、ちょっとドキュメントなのが好きなんですよ、ね、プレミア公開で見てくれてる人はチャットやコメントもできるので、たくさん書き込んでいただけると嬉しいです。お願いします。 X はハッシュタグマイヒアトーンエアをつけてポストしてください。はい、明けましておめでとうですね、はい、とはいえ年明けからはだいぶ時間が経っております、はい、それでいてなんと僕らはまだ2023の12月にこれを撮っているということで、はい、まだ実は年明けてないですけど、明けてないです。今回も2つ解禁があります、はい、しかもでっかいやつです。お、今が山じゃん。何、口ドラのカモンしてもらっていいですか。レッツゴー。ダカ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 じゃん。新曲のリリース日は2月14日と2月21日に2週連続で1曲ずつ配信します。よいしょ、いいですね。急に告知したね、ありがとうございます。でっかいですね。前回発表した配信シングルのリリース日が2月14日、うん、そして21日の2週連続で決まりました、はい、そしてさらに発表があります、はい、こちらもバヤちゃんから発表をお願いします。はい、あれ、口ドラムお願いします。またやん。うん、ダカ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 ダン。新曲のタイトルはなんと悲劇のヒロインと自由とヒステリーです。おいいやん。めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。2週連続配信リリースとかいいやん、いいやん。2013日の8時、うん、2013日違う違う違う、なんだよ2013日あれなんだっけ、地域歴始まったってごめんごめん、どうやって数えてんの、ごめんごめん。2月13日の8時に悲劇のヒロインがリリースされて、あれ8時って言わなかった、これこれ全然話違う、これあれ全然違う、あれ14日ですもんね。2013日にいいんじゃねえの今。お前時空が全然じゃん。ごめんちょっとみんなごしゃごしゃしてごめん、なんか変なこと書いてるわ。2014日に出る。ダメだこれ、ちょっと彼に休暇を、彼に休暇を与えてあげてください。飲んじゃうそのなんか4年分で1年って考えてみたいな言い方してる。2000年、ちょっとごめんちょっとごめん、ちょっとごめん、ちょっと書いてあることを読めばいい。マジでここに、うん、俺が言うのもあれだけど、書いてあることを読めばいい、読めばいい。本当にごめんごめん、2月14日に、悲劇のヒロインが出て、うん、21日に自由とヒステリーが出ます。はい、よろしくお願いします。書いてあることは、書いてあることは簡単だった、うん、なんかね、ラブソング書きました、2曲の、ね、去年の、うん、いつだ、9月秋口ぐらいから制作してたのかな、うん、この2曲は。そうだね、もう撮り終わりが11月頭ぐらい、うん、意外と早めだったよね。なんかでも、うん、作ってる期間は地域は長かったかもしれないけど、3人で作り出してからは割とすぐだ、1ヶ月ぐらいで、そうだね、1ヶ月ぐらいで、うん、ドバドバドバって決めて、なんか最近さ、プリプロとかで間にいろんな人が入ってもらったりしてる制作が多かったけど、うん、この2曲はなんかわざと3人だけで作りたくて、うん、どっちのアレンジもそういうアレンジにしてて、でなんかできればライブで生き生きとこうしてくれる曲になるといいなと思って、うん、どん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 アレンジも2人がやりたいアレンジだし、俺がやりたいアレンジだし、マイヒアイズバッドらしいアレンジだしみたいな、うん、なんかあんまり難しいこと、このアレンジの方がサビがこうなるとか、このアレンジの方がこのここはこうなるみたいな、あんま考えないで、うん、3人でドバって出せるようなアレンジになると思う、アレンジになるといいなと思って制作しました、うんうん、ありがとうございます。でその通りになったなと思っておりますし、
なんかねマイヒアらしい曲の構成とかがあるんだけど、なんかそれを改めてもう一回使い直したみたいな気持ちが自分の中にあって、うん、でもなんか作ってみたらやっぱり俺らが成長してるからまたすごく新しい2曲になったなと思ってますね。本当その通りだよね、マジで言うことないマジで言うことない、うん、聞いてくれ、うん、そうだね、サージ、うん、まあ、じゃあ伝わるか伝わるかサージネタが、はい、2014日にお願いしますもう一つ2014日知らんそんな日カレンダー見ても載ってない、ありがとうございます。そしてもう一つ解禁があります、はい、3ピースロックバンド×3 カ所のゼップでのマイヒア出題イベントマイヒアズワットプレゼンツ333で対バンするバンドを3組解禁します。ここでね、おーい、ついに来ました。そうですね、ここで言っちゃうということで、うん、じゃあ、まず1組目、3月5日ゼップ福岡での対バン相手をご多分に漏れずバヤちゃん発表をお願いします。Hey, 山田、カモン。ダカ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 ダン。10フィート。Yes. Yes. 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 紅白アーティスト10フィートなんてことじゃないですね。大ロックバンド10フィートさんとやらせていただきます。10フィートと、僕らの主催イベントでやるのは何年ぶりだろうな。かなり久しぶりじゃないか。2016いや7か。ミラクルホームランツアーの大阪ナンバーハッチ合ってるよね。いや間違えられない、まあ、そう間違えられないなと思いました。でも合ってたよ、合ってたね、うん、でそこねブリなんですけど、うん、もうそれ以外でもいろんなフェスでももちろん天人の大作戦でも、うん、すごい、うん、なんか優しく面倒を見てもらってて大好きな先輩です、はい、なんかどんどん最近ちょっとずつ距離感も近くなってきて話せることも増えてきて、ね、うん、みんなに優しくしてもらってる、優しいしね、もうこのツアーの一発目にふさわしすぎるというか、ね、思いっきりぶつかっていけたらなと僕らも思っております、はい、お願いします。続いて2組目、3月7日、ゼップ大阪ベイサイドでの対バン相手を今度は山順お願いします。バイリス口ベースカモン、ピキポンパン、ピコンパン、なんか思ってるの違うんだけど、スラッポンパンパンパン、ピキポンパン、ドゥドゥン、ペペンペン、ドゥーン、ユニゾンスクエアガーデン、やりづれえなこの口ベース、なんか偽物のヒカキンさんみたいな、やめろやめろ、偽金さんみたいな、お前フェスの出囃子みたいな、2024年にバンド結成20周年を迎えるユニゾンスクエアガーデンと対バンさせていただきます。おいや、ユニゾンとは、2年ぶりんになるのかな、2022年の12月俺らのツアーに誘わせてもらったんだけど、うん、その時僕が異常に喉の調子が悪くて、うん、ほとんど歌えなくてかなり悔しい思いをして、うん、どうかもう一度力を貸していただけないでしょうかということで誘わせていただいて、はい、心よく受けていただきました。ありがとうございます。最高です。もっともっと仲良くなりたいっていうか、もっともっと近くでいろんな話したくて、ちゃんと打ち上げも実はしたことない。そうなんさ、ね、したいよね打ち上げ。したいなっていう印象だし、このここできちんといいライブ、いいライブっていうか万全の状態でやりきって関係が進んでいくといいなと僕は思っております。はい。でいいよね。その通りでございます。うん、はい。続いて3組目、3月14日のゼップ羽田での対バン相手を。うん。まあね今口ドラム。口ベースときたからね、シキ、うん、さん分かってますよね。口ボーカル？うん、いやいやいや、ボーカルみたいな、どこで歌ってるの？ボーカルって。じゃあ三組目は、はい、口ギターでお願いします。ジャラララランジャジャラララララ、ジャラララランジャジャラララジャン、シャンク、おいかぶってんの、ちょっと待ってね、口出てんだろ、お前ちょっと待って、シャンク、シャンク、ありがとうございます。これ誰も予想できてなかったんじゃないかな、ね、なんかみんなから誰と対バンするのかみたいな予想みたいなもいっぱい、はあはあ、ね、何て一番よく来てた、リプライとかで来てたけど、何って一番来てたかな、みんな結構バラバラだったけど、シャンクはなかなか予想できてなかった、うん、あ、そうなんだ、気がします。あんまり意外じゃなさそうな感じもするけど、まあそうだね、こっちから見たら高校の頃から付き合いもあって、ね、シャンクとの関係なんてもう高校生の頃から、
自分たちが地元の上越アースっていう箱にやってる時にシャンクがツアーで回ってきてくれて、そこから今の現事務所のザ・ナインサポロの社長と出会ったり、俺らのインディーズからメジャーから一番最初のところを始めるきっかけをくれたのがこのシャンクっていう大先輩でございます。まあいつもね、そのライブはもちろんずっとかっこいいんだけど、打ち上げがね、まあそうね、打ち上げから何から叩き込んでいただいた先輩なので、バンドとは大先輩だから、バンドとはね、そうバンドとはそうだね、ツアーバンドとは、そうそうそう、挨拶から教えてもらってるような感じだったんで、のファイナルにふさわしいんじゃないですか。はい、ねね、いい感じにやりきって、しっかりやりたいね、うん、このツアーの集大成きちんと見せたいなと思っております。お願いします。ということで、全部先輩、全部先輩っす、全部先輩、そういえばそう思えば全部先輩だね。そうだね、3ピースロックバンド、そうだね、いろいろ考えてみたんだけど、3ピースってなかなかいない、そうなかなかね、なかなかいなくて、実はなかなかいなくてね、で3カ所でもなんかまだまだ実は出てきてるバンドもいて、いろんなこと考えたんだけど、今回この3つは気づいたらこの強力な強めの3組になってる ね、 そうだね、ライブ力バチバチというか、ライブバンドの3組になりました。ということで、このツアー、10フィートユニゾンスクエアガーデンシャンクの3組と対バンします、はい、チケットなどの詳細はホームページなのでご確認ください。お願いします。さあ2つの解禁ありました。さすがにもう解禁できることもありませんが、最後に2024年の展望でも話しましょうか、うん、バンドのことと個人のことと一人ずつ、うん、じゃあバヤちゃんからいきますか。はい、その前にね、多分ねこの後ね、そうだね、21時から、ね、先行があるから、あごめんここか、申し訳ない、はい、そうした、この後ねこのツアーの先行が21時からね、はい、始まる、同じこと言っちゃった、うん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、でそうだね、個人的なことですかこれは、完全に、まあ、ど1個ずつとなるんですよ、1個ずつ、あーなるほどなるほど、うわむず、バンドとしては多分、まあ、間違いなく去年より忙しい年になるんじゃないかと思いますので、うんうん、また1個上のステージに行けたらなと思います。個人では去年から行ってるベンチプレス100キロを今年中に達成したいなと思っております。頑張ります。もういけんじゃないの、てかもう終わってんじゃないのこれ聞いてる頃には。いやいや分かんないけど早くない、でかくなってる、そんな簡単じゃないのよ、うん、えでもなんかだんだん上がってってんじゃん、結構ちゃんと上がってる、80ぐらいでした、で1年半年1年ぐらいで90まで伸びたんで、10キロ伸びて、じゃあ上げといてよ、何を100キロぐらいってこと、だから目標なんか150キロとか、無理無理、絶対に無理、ね、絶対に無理、高い方がいいから目標は200キロとか、無理無理、しといた方がいいんじゃない、え無理かもしんない、100、2024年内、あ多分いけると思う、それはいける、4年内はいける、3年内は無理ってこと、3年内は無理だね、無理なんだ、うん、でもすぐ達成しちゃうんじゃない、じゃあいけるんだったら、意外とね壁があるっぽい、あそうなんだ、うん、なんか1回っす、なんかねあれらしいです、その人によっちゃ全然いかないから、3年やって予約できる人もいるし、えっ90キロからってこと、あ違う違う、100キロがってこと、だからその90から100に上げるまでに3年かかったりするってこと、ね、割とね90までねすぐ行くんだって、半年ぐらい行く人多いんだけど、100上げるってなると3年かかる人もいるし、なんで1年から3年かかる人もいるし、その年収でいうと1500万もらってる人ぐらいの確率らしい、ピンとこないな、全然ピンとこない、なんか 10% 未満みたいな、へえそうなんだ、そうそうらしいよ、90の後も次100なんですか、その90、あ刻みますよ、 2.5 ぐらい刻みます、あちょこちょこちょこ刻めるんですけど、ね、意外とその5キロとか10キロがすごいきついっていう、でも夏ぐらいまでには行きたいね、行きたいみたいな感じのね、そういうことです、ね、了解しました、分かりました、ありがとうございます。ジアムジュンさんは、俺はもう健康に気をつけて、はいはい、無事1年完走しましょう、うん、以上です、ありがとうございますまあでもおっしゃる通りですよね、それ以外ないでしょ、だって、うん、健康に気をつけて、人間ドックとか、いやなんか毎年行くらしいです。24年から毎年行くんだよね。うん、まあ、23年も行ったんですけど、そう、まあ、だから23年から毎年行くことになりました。バンドとバンドで、はい、バンドっていうか、そうですね、みんな。異常なかったんでしょ、異常ないね。うん、昨年はね、全く異常ないね。俺この後だからすごい嫌だ。僕も何にも異常なかったです。
素晴らしい。ありがとうございます。ぽやちゃんがこの後なんだよね実は。胃カメラがマジでやだ。胃カメラね、うん、マジできついよ。マジで恥ずかしい。恥ずかしい。そのもう無抵抗でもう空気入れるからギュッと出ちゃうし、もうでもバリウムじゃなくて胃カメラ。胃カメラ、そうです。バリウムないよね。やったことないね、うん、ないよね。胃カメラマジで恥ずかしいっす。何なの恥ずかしいって。もうなんかもう大人として何もできない感じ。何もできない、何もしちゃいけないんだよ、ね、本当は自分で入れたいってこと。違う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 。どういうこと。怖っ筋肉。そうなのね。でもなんかね、健康でいられるといいと思う。みんなもう30も超えてきたし、ね、うん、そう思います。はい、じゃあ我我バンドのこと、いや本当おっしゃる通りで、メンバー、誰一人こう変な感じにならずとか変な事故に見舞われずに、まあ事故は嫌だね、ね、チームみんな含めて一緒にまた一段階段上がれたらいいなって思ってるのと、個人で言うと去年なんか制作の方にすごい向き合ってたから、今年はなんかそのなんだろう、シンガーソングライターっていうよりかはもっとプレイヤーとしてみたいな部分のなんか強いところいっぱい伸ばせていける一年になったらいいなって思ってます。頑張ります。よろしくお願いします。いいね、ガチでいいね。なんかめっちゃガチでよくない。黙んのやめて。頼む。ガチすぎて頼む。受け止めてる。そう、こっち受け止めてる。そうなんだ。まあそうかつって。黙んのやめて。すごいな。プライベートとか。プライベート、まあそうっすね。なんか2023年の後半からかなり酒癖がまた悪くなってきてて、なんかそんなことなくない。見てないよ。俺らの前ではそんな。俺らバックはスパークしてるよね割と。だからちょっと先に行き過ぎちゃうんだって。だからやっぱシーケも一緒に連れていかないといけないの。こっちだよって。そう、なんかね、この間それ熱弁してくれてて、本当は来たいんだろみたいなこと言われて、本当は来たいんだけど、なんかこうこんなんで見てんの俺たち。確かに確かに。そう、なんかお客さんみたいな感じになって。いやそう、そう打ち上げに来てるお客さんみたいな、うんうんうん、2人が面白いからね、ついついね、そう見ちゃう。行くぞって。だからこう引っ張ってやんねえと、うん、こっち来れないから。恥ずかしいから来れないの。はい、ということでね、お別れも近づいてきたということで。どんなお別れの仕方だよ。今日話したね、僕らからのお知らせです。はい、2月14日に配信シングル悲劇のヒロイン、翌週2月21日に配信シングル自由とヒステリーがリリースされます。はい、そして3ピースロックバンド3カ所で、ゼップでの、マイヘア主催イベントマイヘアイズバッドプレゼンツ333、それが3月5日ゼップ福岡対バン10フィート、3月7日ゼップ大阪ベイサイド対バンユニゾンスクエアガーデン、そして3月14日ゼップ羽田で対バンシャンクでやらせていただきます。はい、はい、以上ですかね。そうですね、このそれこそもう一回言うけど、これの先行がこの後9時から始まりますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。以上お知らせタイムでした。はい、はい、マイヒエズバットの飛んでいけんオンエア第6回、そろそろお別れのお時間です。なんか2000何日って言ってんのかちょっとおかしくなって、そこら辺がおかしくなっちゃったけど、まあね、ありがとうね。ちょっとめちゃくちゃだって。しかもなんか抜け出せないの。そう、戻ってこれなくなっちゃった。本当に2013日行っちゃったんじゃねえのかなって、うん、びっくりしちゃった。ちょ怖いよ、大丈夫かなって、はい、幸先いいスタートね、切らせていただきましたけど。幸先いい、うん、いい1年しようね今年も。はい、しましょう。しっかり人間ドックも行ってね、健康に、うん、なかなかバンドやりましょう。やりましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。2024年もマイヘア、そしてこのトンエア、よろしくお願いします。お願いします。今年やってみたいことありますか、トンエアで。今だからもうゲストでしょやっぱり。あ、ついにゲストね、ゲスト会、うん、誰かね、ゆかりのあるゲスト、まあ、社長でしょやっぱり。ああ、ザ・ナインサプロ渡辺明、うん、とかバンドマンとかってことかな、分かんないけど、かなり個人的なゲストをじゃあお迎えしてやる回も、うん、全然いいんじゃない。社長めっちゃ嫌がってたけどね。言おうって、ね、出てくださいよって言ったら、うん、めっちゃ嫌がってたけどね。いやでも出てほしいよね、うんうん、いやおもろいと思うけどね。そう、大注目、うん、めっちゃ嫌がってたけど出てほしいね。社長にぶっ込む回やりましょう。ないノーマルで酒以外でぶっ込むことないもん。、うん、社長に無茶ぶりしたりするから怖えよと思っております。じゃあ今年もよろしくお願いします。お願いします。ではまたお会いしましょう、はい、せーの、バイバーイ。